もうなんかガンがグズグズになってよく見れないよ、見つけられないなんてこと言われてましたんで、日差しがない分過ごしやすいですね。やわらかい、ふわふわ。おはようございます。7月2日土曜日、めちゃくちゃ暑いですね。今日も週が明けると暑さも少し和らぐらしいんですが、どうなりますことやら。来週は火水木とちょっとお出かけしますので、その時はねちょっと今台風が心配なんですけれども、まあ暑くなく雨が降らないでいてくれるといいななんて思っております。昨日群馬の渋川ってとこまでお水を買いに行ったんですけれども、はい、それのお話をちょっとしたいと思います。実は和子さんのお母さんがもう何年だろうな、随分経つんだ、10年以上かな、もっとだね。がんで2回胃を切ってます。1回目は、部分的に切ったんですけれども、で2回目は全摘になったんですね。その時に残ってたのかもう1回出ちゃったのかよく分かりませんけれども、ね、ミミちゃん暑いね。ちょっと歩みがゆっくりになりましたが、その時2回目の前ぐらいから水を飲むようにしまして、取り寄せて飲んでたりしたんですね。それで手術、2回目の手術終わって、普通お医者さんがこんな風に取れましたよって見せてくれるんですけれども、その時はもうなんかがんがグズグズになってよく見れないよ、見つけられないなんてこと言われてましたんで、消えてたのかよくわかんないんですけれども、まあその水の効果があったのかどうかもまあはっきりはしませんが、まあ、今はわらをもすがる状態ですから、そこに貝を求めてみようってことでね。はい、じゃあ水、僕覚えてなかったんですけど、和子さんが突然先々日の夜かなんかその水使ってたことを思い出しまして、はい、昨日の朝その話をしてたところで、ネットでいろいろ買い方とかね探してたんですが、なんか難しいんですよ、現金書き留めで送ったりだとか振り込みしたりだとか。そんななんでね、じゃあ行っちゃおうか、今から行けばなんとかなるよってことで昨日お出かけしました。突然の行動だったんですけど、行ってすごい良かった感じです。向かいにあった神社もねとてもいい感じで心もリフレッシュできました。はい、危ない。というところでございます。みみちゃんこっちの方まで来ちゃったね。ということで、これからは水を胃に直接入れたり飲んだりしながらね、良い方向に行くのを待ちたいと思います。まあ最近言われている根拠なの何だのありますけれども、人間ね、そういうものが全てじゃないですから、人の体っていうのは、ね、科学で計り知れないことがたくさんありますからね、ぜひがんにも効果を表していただきたいと思います。はい、信じて進んでいきたいと思います。今日も一日楽しみましょう。東部でお中元お願いしたんですけれども、ネットで注文した方が送料がタダということで、ネットで注文しまして、払うのがなんか池袋東武と、あとはコンビニセブンイレブンつったのかな、はい、
こんなようならしくて今セブンイレブン探してきました。はい、夕方になりました。お散歩来てます。5時過ぎてから出てきたんですけれども、日差しがない分過ごしやすいですね。湿気がかなりあるんですが、まあ日差しないだけ助かります。でもうっすら汗かいてますね。まあじいちゃん汗っかきだからしょうがないんですけれども、ふみちゃんもいつになく歩きやすそうです。でも暑いんだろうな。地面の照り返しはねあるでしょうし、まだ路面温度は随分高いんじゃないかなと思われます。これはお祭りのあれだね、飾りですね。はい、そういうシーズン、またお祭りもできるようになってきましたね。山車がこの中にいます。いよいよ準備が始まるみたいですよ。レンチンです。これからチャーシュー、あ、そうです、一晩寝かせたやつです。で沈めてレンチンなので、うん、ビニールの袋を開けときます。こっちがね開いてるのね、はいはい、一応ここは空気抜けてる、抜けてないな、うん、こんなもんだね。はい、はい、これで600ワットで14分、うん、結構だね。14分、はい、このあと15分、はい、このまま放置です。あー出てきます。よいしょ、おおどうでしょう、もう切っちゃっていいのかな。あの前にその紐食って、ね、あの気持ち悪くなったことあるんで、できれば取ってほしいです、うん、食べたの？ずっとゴムの味がしてて気持ち悪くなった。何で食べたの？そういうもんだろうと思って食ったんだよね昔ね。気持ちいい。うん、焼けてるで、うん、柔らかそう、うん、で汁がそのまんまソースになります。まあチャーシューだからいいんだけど、うん、どうだったら、うん、柔らかそう。ではいただきます。うん、柔らかい、ふわふわ。まあ、筋のとこは筋だけど、うん、いや時間はかかるけど美味しいです。時間かかるって言っても30分30分か、うんうん、本当別にそんな漬け込まなくても、あ、すぐやってあってもいいのね。もみもみして、もみもみして、はい、なんか薄そうだ、ちょっと足が薄そうだなと思って、はい、とっても美味しかったです。あと食器が汚れないこと、そう、うん、残った分はそのまままた冷えたら冷蔵庫で 2,3 日持つみたいです。はい、おいしゅうございます。皆さんもぜひ作ってみてください。そうなんだ、アイラップと本は概要欄に貼っときます。